皆さんこんにちは、増田俊樹です。これから100秒間で質問に答えていきたいと思います。スタートします。今回の役は どんな人物かということで、山下俊也はですね、ちょっとあの演出家さんからのちょっとカツオ、あの某作品の、はい、某磯野さんのそのカツオ君っぽいみたいな感じのお話をいただいたり、あとはちょっと裏設定でこう元ヤンの匂いがあるんじゃないかというお話をいただいたりと、かなりちょっとその若い中でもこうかなりどこでもいるような、どこでもいるようなというか、かなりなんていうんですかね、突拍子もなく変なキャラではなく普通の少年だなという感じはしております。そして今までの稽古はですね、僕はあの今稽古始まってまあ間もないんですけど、まだまだとっても辛いですちょっとわからないこととかいろいろと自分の中でもしたことないことの演技 その勉強だとかその考え方っていうのを挑戦しながらやっているので、まだまだこれからどん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 吸収していかなきゃいけないところなんで、まだわからないですもし脳を直せるとしたらですね、あの記憶力を手に入れたいです。あのセリフ覚えが悪いので、あの記憶力が欲しいです。ヌードマウスの見どころです。最後に、ですね、やっぱあの状況が変わることによって今までの関係性がこう激変というか少しでも変わってしまうというところを皆さん感じながら見ていただければいいなと思っております。はい、10秒越しましたあ違う、1分40秒あ10秒足りなかったです。あのじゃあぜひあの1月24日からお待ちしております。お待ちしております